ず10月は、3匹中級になりますので、新しいチャレンジとか、積極的に行動するとかそういう気が巡ってますので、なんかそういうことをやってもいいかなと思います。ただ自分の、各星の運勢と、兼ね合わせてやった方がいいので、それは自分の星聞いてからですけど、でも全体的にそういう感じなので、社会的にもなんか動きが出てきたり、新商品とか新しいっていうものが出てくるっていう感じはあるかなと思います。それと、今月の四六中級は風っていう意味で台風かなっていうのがあるんですけど、10月は、自然現象としては雷っていうのがね3匹持ってるので、雷がもしかしてね伴う何かあるのかなって感じがしますね。そうだね、一泊も東で案件だし雷と雨かなっていう感じがします。そして10月は秋なんですけど、犬月って言って、十二支でいう犬の月なんですね。で、犬月っていうのはいらないものを捨てるっていう時期なんですよ。だから断捨離もいいですし、自分の中でいろいろ整理していく、精神的なもの、余分なものを捨てていくっていうのもおすすめです。断捨離が向いてるのは九紫の、星があるのと、犬もその意味がちょっとあるかなっていう感じがありますね。そして10月は土用がありますね。土用期間、年に4回の土用があるんですけど、10月20日から11月6日までですかね、が土用期間になります。そして犬の方位、北西の西側半分が土用方位になって、その方位への引っ越しとか海外旅行はやめた方がいいです。長い旅行も3泊以上の旅行もおすすめしないっていう感じです。あと土曜中は明るく過ごす、とにかくぐじぐじめそめそすると引きずります。引きずるっていうか、あんまりいい気がもらえないので、明るく笑って過ごす、楽しく過ごすっていうのがおすすめですね。土いじりとかね、そういうのもダメなんですけど、あとそうそう、土曜時期も整理整頓するのがおすすめだから、犬好きだし、今月はなんかどんどん捨てるのいいかもね。なんか私もそれを狙ってるんですけどね。10月はなんか断捨離デーとか作ってもいいかもしれないですね、もしかしたら。そんな10月ですね。はい。そして、キチカフェお得デーですね。キチカフェお得デーは10月14日、23日、11月1日の3日間ですね。はい。その3日間は、非番と、月番が重なる開運デーになりますので、その開運デーをキチカフェお得デーって呼んでるんですけどね。その日に非番吉報を取る、1泊2泊の旅行をするのをおすすめになります。それでキチカフェお得デーに行ける方位は各星のそれぞれの場所でお話ししますので、チェックしてくださいね。で、この非番吉報キチカフェお得デーについて知りたい方は、キチカフェオンラインサロンに入っていただくと、エキスパートになれるぐらいいろんなことが分かりますのでおすすめなんですが、年間キチカフェオンラインサロンって1年間のお約束で入ってもらいたいんですね。やっぱりその1年かけて、なんていうかな、自分の身になっていくっていうのを体感してもらいたいから、1年間は入ってもらいたいんですよね。だからそのお試し期間としてキチカフェの、
非番吉報無料講座っていうのを毎月1回やって、でその月1回お試しで、あのキッチカフェやってみて、よかったら入ってくださいっていう流れになっています。で10月2日の6時から、次回はやります。日曜日の6時ですね。で、今募集中です。今月いっぱい募集しています。たくさんの方申し込み来ててね、とても嬉しいです。で残念ながら10月が無理っていう人は、11月は7日のその日は月曜日なんですけど、夜8時にやりますので、そんな感じですね。キッチカフェオンラインサロンね、いいよ。なんかみんなね、あの表情が変わっていきます、どんどん。そうだな、3ヶ月ぐらい過ぎたあたりから、なんかあれ、こんなに顔色良かったからしらこの人みたいな感じで、あのオンラインですけどね、全部でもやっぱりオンラインでも表情とか雰囲気とかなんかエネルギー感じますので、なんであのよかったら10月2日11月7日チェックしてください。お知らせは、ヒロの公式 LINE からやってますので、公式 LINE まだあの登録してない方はよかったら登録してください。八白土星の10月の運勢。八白、星は1個ですね。貫入ですのでね、10月はね、ちょっとしょうがないかなっていう感じですね。はい、今月は10月はちょっとなんていうかな、未熟な感じですので、勉強をするといいっていう月になります。自分でガンガン行動するとかそういうよりも、内側に向いて自分の勉強をしていくっていうことがおすすめです。まあ八白の人ってね、どっちもできるんだよね。なんかこう行動をずんずんやっていくこともできるし、自分の内面を見つめて、なんていうか創作活動じゃないけど、そういう感じのモードにもなるし、そういうのができるっていうのがありますから、今月10月は内側に向けて、まあ、自分の勉強をすること、本読んだりとかもいいかもしれない。なんかこうそうですね、学習学び、そういったのがおすすめの一月になります。そして貫入ですので、ちょっと疲れる、冷えるっていうのがありますね。足元が冷えるっていうのがありますから、ちょっとまあ何でしょう、覚悟っていうか、あのそういうことが起きても気にしないように、あ、来た来たって感じでね、いう風にするといいと思います。また家庭の中での人間関係とか、身近な人たちとの人間関係とかもちょっと心配で、自分が何て言うのかな、不安になったり心配になったり、そういうなんていうかモードになっちゃうんですね、うん、八白の人も結構心配性なところありますからね、うん、なんでそういうモードになっちゃいますので、あの無駄に心配しない、うん、そうですね、うん、でも心配しちゃうんだよね。それであんまりこう派手に動くとか、あの派手に出かけるっていうのもそういう気持ちにならないし、だからまあテレビ見たり映画見たり本読んだり、考えすぎないように別の世界のことを、頭をそっちに行かせて、心配しすぎないのがいいかなって思いますね。うん、そしてあの結構、食事のお誘いとかそういうのが結構あるかもしれなくって、うーん、でも自分は貫入であんまり出かけたくないし、
無理しないように、でも行きたかったら行っていいんですけども、まあ出費にはなるかなって感じですね、うん、今月お金もねちょっと出費が出そうな一月ですので、うん、っていうのはあると思います。まあでも今までやってきたことを一旦終わらせて新しくスタートさせるっていうような気が巡っている月ですから、まあ学習っていうのがあるから勉強始める、今までのことをやめて勉強始めるっていうのもいいかもしれないし、そうですね。なんで八白の人ってね、意外とね体調がね振るわない人がいるんですよね、で貫入の時が結構そうなっちゃうので、温めるようにしましょうかね、温めるようにしましょう、温泉すごくいいですね。山の温泉とかおすすめですので、この際お休みの時は毎回温泉に行くとかね、そういう風にするといいかもしれないです。はい、まあ何しろちょっと無理しない方がいい一月になります。なんか気分も沈むし、お家の中でも孤独感感じるし、不安とか心配にもなっちゃうしってことなので、まあ そこに持ってかれないように気持ちを切り替えて、あの八白の人切り替え上手ですので、気分をね切り替えるのが、なんで本の中とか映画の中とかそういうストーリーの中に、意識を向けて切り替えていくっていうのもいいかな、そうやって過ごすといいんじゃないかなと思います。はい、心配だよね八白の人がへこむと、なんとなく、なんでへこまない工夫を自分でしてみてください。あと体調管理ですね、そういった感じです。なので10月は何か勉強する、学習する、体調管理気をつける、人間関係気をつける、そしてお誘いが多いけど無理しないで、あのお金使いすぎちゃうかもしれないので行きたいのだけ参加するみたいな感じです。そして2番、ラッキーアイテム、パワーストーンはムーンストーンです。ロイヤルブルームーンストーンでもいいですね。ムーンストーンがいいです。気持ちを落ち着かせてくれる、自分の今のモードにぴったりなので、それをあの見つめながら眠りについたりとか、瞑想してもいいかもしれないし、それを握りながらね、ムーンストーンおすすめです。そしてラッキーフードはお刺身とかアワビになります。アワビもあのお刺身で食べてほしいんですけど、お刺身って食べれる？アワビって食べれるよね。おすすめになります。あとね、あの厚感もいいかな、厚感もいいです。なんで厚感とお刺身とかどうでしょうか、体温めるっていうことでね。そしてラッキープレイスが温泉です。特に山の上の温泉がおすすめになります。山の近くでもいいしね、そこの温泉がおすすめになります。じゃあキチカフェお得デーに山の上の温泉にお出かけになれる方位はっていうと、北東、南東、南西です。北東、南東、南西です。はい、北東、南東、南西です。はい、そして北東、南西は月明六白、月明九紫が行けない。南東は月明時刻が、月明時刻、月明四緑が行けないとなっています。お気をつけください。いいですね、温泉10月。ちょっと温泉としてはいい感じの季節になってきましたね。そして4番、星の特徴。今月は先祖っていうのを取り上げてみました。ご先祖様ですね、八白の人はね、あの引き継ぎ役なので、今生きてる人とご先祖様を、先祖代々って言ってつながっていく、引き継いでいくっていうことがありますよね。
で、ご先祖様って意味もあるし、この今生きてる人と死んだ人のつなぎ役みたいな、なんかそういう役割も持ってて、案外あの見える人が多いのが八白なんですよね。で、ご先祖様とのつながりが結構ある、まあ八白の人をご先祖様が頼ってきて、で なんかこうメッセージを送ってきたりとかね、うん、なんかそういう、感じになる人が多いです。あとその、八白が引き継ぐみたいな意味がありますので、財産を受け取ったりとか会社を引き継いだりとか、そういう意味があるんですけど、それもやっぱり代々引き継いでいくっていうところから来てるんですよね、うん。なんで八白の人ってね、自分で自覚してないけど結構見えたりとか感じたりとか聞こえたりとかして、大事なところでメッセージ受け取ってるってことがあるんですよね。で、まあ八白とつながりが深い三碧とか六白もまあ見える人がたまにいるかなって感じしますね。私は見えないですけどね、何にも。まあでも見えるからどうっていうことではないんですけど、ただそのご先祖様、見えないもの、スピリチュアル、そういったものとつながっているのが八白土星なので、自分がなんか感覚でゾワッとしたりとか、これはいいって思ったりとか、そういう感覚は信じて進むといいと思いますね。それこそご先祖様のサポートが入りますので、見守っててくれると言いますかね、うん、そういうのがあります。はい、だから引き継いだりっていうのも向いているし、スピリチュアルなメッセージ受け取るっていうのも向いているし、ご先祖様とつながりが深いっていうのがありますね。だからご先祖様の供養とかね、そういうのも進んでやるといいんじゃないかと思います。すごく運勢上がるんじゃないかと思いますね、うん。八白の人が中心になってそのお家のあのご先祖の供養をするとか、なんかすごくいいと思いますね、はい。なんかそういった感じが八白として、八白の特徴としてあります。今月は先祖というのを取り上げました。はい、ありがとうございます。それとね、もう一つ最後になりましたけど、私の動画で他にも運気を上げる動画がありますので、そちらもぜひチェックしてください。まずね、9個の星が全部ある5つ、運気を上げる5つの習慣っていう動画があります。それ結構好評いただいていて、私この間見直しましたけど、すごくまだいいこと言ってるなって自分で思いますので、参考になると思いますので、運気を上げる5つの習慣っていう動画、それから新年セミナーですね、2022年の新年セミナーも全公開してますので、ぜひチェックしてください。説明欄、概要欄にリンクが貼ってあると思いますので、ぜひそちらもチェックしてください。